岡山マラソン2022は11月13日に行われます。岡山市民県民優先枠のランナーの募集が始まりました。開催されれば3年ぶりの岡山マラソン2022です。岡山県在住の人を対象とした優先枠は定員4000人で、募集は今日から13日までです。このうち50人は、 医師や看護師らを対象とした救護スタッフを補助するメディカルランナー枠となりました定員を超えた場合は抽選となり落選した場合は自動的に一般枠の申し込みとなりますその一般枠は定員8000人で募集は14日から5月16日までです今年は新型コロナの感染対策として冬マラソンのみ行われます